ナコーオンパノム県は、タイ王国、東北部の県の一つ。ナコーオンパノム県は、コーラート大地に位置し、メコン川に面している。メコン川には、ターケーク軍とラオスのカムムアン県、ターケーク軍間で、第三大ラオス有効教がある。ムックダーハーン県、サコンナコーン県、ノーンカーイ県と接し、ラオスのボーリカムサイ県、カムムアン県、サアンナケート県と国境を有する。 タイ東北部の中では、雨季の雨が多い地域であるが、期間は5から9月と東北部の多都市と同じくらいで、ある。バンコクよりも、降水量が多いが、冷涼な気候で12月と1月は最高気温が、摂氏30度を下回り過ごしやすくなる。北部遺産地方から中央ラオスにかけての地域に、SI コッタボーン文明があったことが知られている。ナコーンパノムはその中心地であり、最初は、 S.I. コートラバンという名前で知られていたが、ラーマ一世によって、マルカ・ナコーンの名が与えられ、その後、ラーマ二世によって、ナコーンパノムの名が与えられた。ナコーンパノムとは、山のとを意味する。ベトナム戦争中は、大軍と米軍の基地が作られ、ラオス国内のホーチミンルート攻撃などが行われた。ベトナム戦争によって難民となり、ラオスから逃げてきた。 ベトナム人が暮らしている地域が、ムアンナコーンパノム郡の一角にある。県省、プラタートパノムデラナコーンパノム県は12の郡に分かれ、さらにその階に97の町と1123の村がある。ありがとうございます。